どうもどうも、YouTube ショートのジャンプ動画再生されないマンでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2023年12月7日でして、先週になっちゃうんですけど、週刊少年ジャンプ52号新連載、寺坂健人先生のグリーングリーングリーンズの感想を今更ながら話そうかと思います。一週遅れてしまったのは、先週ちょっと泊まりがけの仕事に行ってまして、その関係でちょっと、動画を作ることができませんでした。まあ、それはさておき、グリーンズグリーンズグリーングリーングリーンズの感想なんですけど、ジャンプでは、ライジングインパクトが一番ヒット作で、その後は、ロボレーザービーム、今、キルアを、連載されている藤巻先生のロボレーザービームなんていう漫画がありましたけど、残念ながらあんまり、ジャンプでは振るわないジャンルというか、まあ、そもそも作品数がそんなに多くないジャンルの漫画なんですけど、そんなゴルフの新連載が始まりました。まあ第1話として、ツンデレのツンの方が、激しいヒロイン的な子とか、人生の目標を持ててない主人公とか、まあ、いろんなまあベタな割とベタな、第1話だったと思うんですけど、一番気になったのはこれはツイッターとかでもまあ多く言及されてたんですけど、まあ、1ページに主人公の名前が八重崎白っていう風に出てるんですけど、水泳の授業の時も八重崎白って出てるんですが、授業が終わってから、担任の先生が、クラスの担任の先生が主人公のことを早乙女って呼ぶんですね。で、結局それ早乙女って誰なのかっていうので、私はちょっとここで、新連載読んでて最初にかなり引っかかってしまいました。最終的にはこの早乙女というのは誤植でして、進路希望調査票のコマにも、氏名が未記入になってたりとかして、いきなり主人公が、紹介されている名前と違う名前で呼ばれる、名前を書いてない、これは何か重大な伏線なんじゃないかっていうふうにツイッターで書かれてる方もいましたけど、これは誤植です。まあ主人公の名前を最後まで早乙女と八重崎で悩んだとかそんなのはあるのかもしれませんけど、ジャンププラスで第1話が公表された時にそっちでも確認してみたんですけど、この先生が早乙女って呼んでるところは普通に八重崎っていうふうに呼ばれてました。でこれ結構その新連載だからキャラクターの顔とかも定着してないわけで、早乙女と呼ばれてびっくりしている時の、まあ、これ八重崎なんですけど、びっくりしている時は、机の上でトランプで友達と遊んでて非常にまあ小さい絵で、呼ばれてるのに反応してるんですけど、だから八重崎とは別に早乙女っていう生徒もいるんだろうと思って、でまあその早乙女ってやつはそのクラスメートの大賀さんっていう女の子に対していきなり恋人とか言っちゃうようなそんなお調子者のやつが主人公とは別にいるんだろうって思ってたら、職員室に呼ばれてるのは、まあ顔がアップになるかわかるんですけど、まあ八重崎が呼ばれていて、じゃあ早乙女は呼ばれたやつは結局その早乙女が呼ばれた事情ってのは書かれなかったのかなみたいな感じに思って、まあなんじゃこりゃっていうふうに第1話から思っちゃったわけです。まあ明らかにそれは顔が早乙女じゃなくて八重崎だろうっていうふうに、まあ誤植だと分かったら分かるんですけど、まあいきなり授業シーンが水泳の授業で髪の毛が濡れてて髪型がちょっと違ったりとか、まあ、なんかいろいろな要素を踏まえての、主人公の名前間違いっていう周到な誤植が用意されたせいで、何だか何だか分かんないなっていうふうにここで思っちゃいました。そしてこの、誤植に関しては、次の号、2024年新年1号に
特にその作者コメントとかで触れられてなかったので、なんかね、まあ別にそこが引っかかって読めなかった人とかっていないのかもしれないですけど、何か、ちょっとした先週早乙女と呼ばれてましたけど間違いでしたみたいな感じのことがあって叱るべきなんじゃないかなと思ったんですが、特に訂正とかはない感じでした。作者コメントでも触れてないですね。まあ、そんな感じの、新連載の感想でした。いやー、第1話の冒頭付近でいきなり主人公の名前を誤植するっていうのは、まあ不幸すぎるというか、そのせいでアンケート伸びなかった時に、漫画の面白さ以外で損しちゃってるのはもったいないかなと思った次第であります。以上です。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。